所にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、おはようございます。関根ひろおきです。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて、今日の番組は無観客で行いましたライフラインの集いの様子をお届けいたします。7月から無観客の集いをご紹介していますが、今回はサックス奏者の安武元明さんが演奏し、私が朝明けには喜びがというタイトルで聖書のメッセージを語りました。今日はそんな集いの様子をご紹介いたします。それでは今日もライフライン、最後までお楽しみください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。
それでは聖書の言葉を紹介いたしましょう。今日は旧約聖書の詩編の30編の言葉です。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。いい言葉ですね。この言葉は聖書の真ん中辺にある詩編の30編に出てくる言葉です。この言葉を記したのはイスラエルの国を統一したダビデという人でした。ダビデという人の生涯は波乱に満ちた生涯でした。多分彼が大きな死の危険の中にあったか、または重い病気であった時のことだったと思います。彼は必死に苦しみの中にあった彼は神様に祈り叫び求めたんですね。すると神様はダビデのその困難な状況を回復させ癒してくださったようでした。それでダビデはこの詩編30編を書いたと言われているんですね。スイスの精神科医でポール・トルニエという人が彼の本の中でこんなことを書いているんです。私たちは他人をその成功あるいは失敗で判断します。私の体験から言えることは、人間の成熟は成功よりも失敗や試練を通してこそ実現されるということでした。また健康な人たちよりも病気の人たちの中に真に人生を生きている人たちがあるものです。幸せを求めるあまり、もっと富がなければならないとか、もっと才能がなければならないとか焦って、かえって不幸せに沈んでいる人たちが案外多いかと思えば、試練や失敗に苦しんでいるそのように見える人たちの中に本当の幸せに輝いている人が少なくないということも知りました。このように書かれていたんですね。人は自分の一生を全うしていくときに、それは順調な時もあれば逆風の時もあります。何が起こるかわからないのが、私たちの人生です。そしてどうしてこんなことが起こるんだろうとか、こんなことがなければもっとうまくいくのにと考えることがよくありますね。聖書の新約聖書の後半の手紙をたくさん書いたパウロという人、この人は自分の体にですね、病を背負っていたようでした。彼は自分の体にトゲがあると言いました。そしてそのトゲを何回も神様取り除いてくださいと祈ったと記されているんですね。パウロにしてみれば、彼は世界中を旅して福音を伝えていた人ですから、この病がなければもっと大きな働きができるし、もっと快適な生活を送ることができると考えたでしょう。ですから彼は何度も何度も神様取り除いてくださいと祈りました。しかしそれは取り除かれなかったんです。逆に神様はパウロにこうおっしゃいました。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、このように語られたと書いてあるんです。そこでパウロはこう言いました。私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう、このように記しています。もちろんこれは甘んじて自分の病気を受け入れてそのままでいなさいということではありません。病の回復のために適切な医療を持ち、またケアをし、祈りつつ回復を願うこと、これは大切なことです。しかしなかなか思うようにいかない現実に出くわすという、そんな時もありますよね。もう天に召されましたが、倉敷の河野進牧師の書かれた祈りの塔という詩集があります。その詩集の中にこんな詩が書かれています。病まなければ捧げ得ない祈りがある。病まなければ信じ得ない奇跡がある。病まなければ聞き得ない御言葉がある。病まなければ近づき得ない聖女がある。病まなければ仰ぎ得ない御顔がある。おお、病まなければ私は人間でさえもありえなかった。
私はこの詩を読むといつも考えさせられます。誰もが健康を願っていますし、でもどんなに健康を願っていても病気をしない人は誰もいませんよね。しかしその病の中でこそ得ることができるものがあったとこの牧師は記したわけです。私たちは自分にとってあってほしくないもの、なくなってほしいもの、そのようなものに時には助けられて生きているのではないかと考えるんですね。まあ、考えてみれば誰もが苦悩がなくなればいいと思います。でもどうでしょうか。いつもいつも順調な生涯だったとするならば、自分の限界を忘れてすぐに調子に乗ってしまう、そんなこともあるように思います。矛盾とか苦悩というものに助けられて、かろうじて人としての目覚め、人間として目覚めている、保たれているということがあるように思うんですね。もうしばらく前ですけれども、教会に通われていた方のご主人が突然の病に倒れ入院されました。私がお見舞いに伺った時のことでした。この方はこうおっしゃったんです。関根さん、もし私の病が軽いものだったらすぐに良くなって神様のことなど考えもしなかっただろう。逆にもし私の病が重すぎたらやっぱり神様のことなど考えることもなかっただろう。神様がちょうどいいようにしてくれたんだよ関根さん。そしてこの壁に書かれているこの言葉が分かったような気がするよと言われたのです。その壁には滋賀州で有名な星野富弘さんの詩がかけられていました。花が上を向いて咲いている、私は上を向いて寝ている、当たり前のことだけれど神様の深い愛を感じる、この詩がかけられていました。ご主人はその後病床で洗礼を受けられて、それから約1ヶ月後天に召されました。人生の最も順調な時に私たちは、ああ神様の深い愛を感じる、そういうことを体験するでしょう。しかし辛い困難の中でも深い神の愛を感じることができたとこの方は語ってくださったんですね。今日の詩編を書いたダビデはどんな経験をしたのでしょう。彼はこの詩編30編の中でこのように記しています。私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされない。彼は自分の人生が順調に進んでいる時に自信にあふれていました。そしてちょっと高慢の心も見え隠れしているように思います。成功を手に入れました。地位も名誉も手に入れました。私が揺るがされるはずがないと自負していたのでしょう。しかし彼の人生に大きな病だったか、あるいは突然の大変な出来事が襲ったのです。彼はその時の様子をこう記しています。あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたと。つまり、神様からもう見放されてしまったというような思いを持ったんですね。
しかし彼はその時真剣に心を開き、神様に単純に祈り叫ぶものとなっていきました。ダビデは逆境の中で改めて神様の助けが必要であるということを自覚していったんですね。旧約聖書の伝道者の書の7章14節というところには、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよと書かれています。私たちは後のこと分かりませんよね。だから逆境の時にはこうした今の状況だからこそ自らを振り返り見つめることが大切なんですね。ダビデは自分ではどうにもならない状況に陥った時に一体何をしたのでしょう。彼はこう叫んでいます。聞いてください主よ、私を憐れんでください主よ、私の助けとなってくださいと単純に神様に向かって叫び祈り求めたのです。私たちは苦しい時にはもう叫びしか出てきませんね。いや、うめきしか出てこない時もあります。でもそれでいいではありませんか。ある人が言いました。祈りの究極はあ行で表されると。あ行っていうのはあいうえおですよね。祈りの究極はあ行、つまりあーいえうふあつまりあ行で表されるうめき、祈りの究極だと思います。ぜひこの時覚えていただきたいのは、それは神様が私たちの叫びに、私たちのうめきに耳を傾けてくださる方だということです。そこで大切なのは、聖書が教えている神様って一体どんな神様でしょう。聖書が教えている神様は天と地を作られ今も生きて働かれている神様です。この世界を作られ永遠の存在者であり、何にもないところからあるものを生み出すことのできる愛と真実に満ちた方、実はこの方に向かって私たちは祈り叫び求めるんです。神様はその一人一人の叫びにどのように応えてくださるのでしょう。ダビデはこう言いましたよね。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあると。苦悩の中で神様に向かって叫び祈り求めていったダビデは、そう、今は夕暮れだ、今はもう何も見えない、暗闇が訪れるだけだ、でも夕暮れがあっても必ず朝が来る、涙が宿ってもその後に喜びの叫びがあるとうなずくことができたんです。私たちは明日何が起こるかわからない時代に生きています。思うようにいかない時もあります。コロナウイルス感染拡大の今はまさにそのような時であるかもしれませんね。しかし今日私たちは、夕暮れに涙が宿っても朝明けには喜びの叫びがある、この言葉を心に留めておきたいんです。そしてこの言葉を告白して生きていきたいんです。聖書のローマ人への手紙というところには、彼に信頼する者は失望させられることはない、別の訳では彼により頼む者は失望に終わることはないと訳されているんです。残念ながら失望は襲ってきます。病も襲ってくるでしょう。願ったような回復が進んでいかないということもあります。だからこそ私たちを愛し、私たちの叫びに耳を傾けてくださる神様に信頼し、人生を任せ委ね、そしてそれぞれが自分のできる最善を尽くしながら歩んでいくことができればと願うのです。神様はそんなあなたの手を取って、私たち一人一人の手を取って、さあ一緒に歩もう。困難があるかもしれない、山あり谷あり、でも私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、あなたの手をしっかり握って、そしてあなたの人生を導いてくださいます。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには
喜びの叫びがある。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。またぜひ教会に行ってみたい、聖書を読んでみたいという方は番組までご連絡ください。係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はこちらの安武元明さんの CD At the Cross、こちらを抽選で12名の方にプレゼントいたします。この CD は今回の集いの音楽ゲスト安武元明さんのもので、今日の番組の中で紹介した主が私の手を他賛美歌が10曲収録されています。今回は特別に安武さんがサインをしてくださいました。番組の感想を添えてふるってご応募ください。係への宛先は次のところです。さて来週は元プロサッカー選手の三山ひろゆきさんをご紹介いたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。